今からアートメイクに挑戦です。何をしてるかっていうと、粘膜側をプロのメイクアートアーティストってこう染めるんですよ。で、男の人はやっぱりアイライン入ってますみたいな、お化粧みたいなのは流行らないんだけども、こう目を開けた時にこう粘膜がちょっと見えるところを染めてると、まあ、お化粧した感がなく、でもまつげが多く見えるみたいな。こっち側に行って、ね、こんな感じで入れますか。はいはい、いいと思います。いいと思います。いいですか、はい、これでもね、すごいいいと思います、うん、目力がすごいついて、目の間の方も良かったかもしれないですよね、うん。